黒豆茶のティーバッグいろいろ黒豆茶は、黒豆を原料として使用したお茶のこと。黒豆には元来カフェインが含まれておらず、黒豆茶はノンカフェインのお茶である。また、お茶は黒豆を摂取する一つの方法であるが、手軽であるため継続しやすい。透明感の比較写真1。左が黒豆を粉砕した黒豆茶。右が黒豆を粉砕していない黒豆茶。わかりやすいように、 コップの後ろに ABCD と書いた紙を貼り透明感を比較。黒豆茶は特有の香ばしい香りに大きな特徴がある。粗くまたは細かく粉砕した状態の黒豆を使った黒豆茶は粉砕されていない黒豆茶に比べて湯飲みないで濁りが生じ、また風味にえぐみも出やすい。粉砕されていない黒豆茶は粉砕された黒豆茶に比べ抽出に時間を要するが、 濁りはなく、えぐみもなく、香りもより強い。透明感の比較写真に黒豆が含まれたブレンド茶、黒豆茶という商品名であっても、実際は途中や大麦などの原料がブレンドされ、黒豆は使用原料の一部でしかない商品もある。黒豆麦茶は原料の一部に黒豆が使用されており、大麦と黒豆のブレンド茶である。他の原料がブレンドされているものは、 他の原料の風味の方が強い場合もある。黒豆に含まれる色素成分アントシアニンが有名である。アントシアニンとはポリフェノールの一種で血液をサラサラにする効能があると言われる。また、黒豆はダイエットや美容にも良いと言われている。ありがとうございます。